今日は鶏の胸肉で。まず塊を開いていきます。とりあえず開けたらラップでカバーして、棒がなかったのでコップの底で平たくします。しっかり熱したフライパンに油少々、皮目から両面焼けたら、さらに取り出して肉を休ませます。休ませた肉をもう一回フライパンに。醤油3くらい。4くらい。みりんちょっと。とろみ出るまで煮詰めます。形だけどっかのシェフっぽい。